プロゴルファーの渋子こと渋野日向子選手が、彼氏であるテレビ東京の野沢春日アナウンサーと破局したと報じられました。1年ほどの交際で別れたことになりますが、現在23歳の渋野日向子選手にこれまで彼氏は何人いたのでしょうか。ちょいと気になったので探りを入れてみましたよ。お父さんの渋野吾さん、53歳は砲丸投げ円盤投をされており、円盤投げは国体で準優勝されている全国レベルの選手でした。筑波大学出身です。趣味でバイク競技もされているようです。お父さんは岡山市水道局に勤務しておられます。ご実家の築120年の豪邸と日本庭園をしっかりと維持されています。お父さんは2019年の全英オープン出場の時、4日間毎日渋野日向子選手のためにおにぎりを握ってあげていたそうです。お父さんは渋野日向子選手がラウンド中にふてぶてしい態度でプレーしていたことを注意しています。あんまり見ていて気持ちよくないよと。それを受けてお母さんの影響もあり、笑顔でプレーすることを心がけているようですよ。お母さんの渋野紳士さん、53歳、流行り党をされていたそうです。高校総体に出場されたようです。ご両親とも陸上競技をされており、共に筑波大学出身です。お母さんもわらが素敵な方です。渋野日向子選手に、いつも笑顔でいなさい、と指導されていたようです。娘は周囲の人たちに育ててもらった、と謙遜されるような人柄の持ち主です。渋野日向子選手が、EXILE の佐藤大樹さん、キャディーの青木翔さんと交際していたという噂がありますが、結論から言うとそう断定できる情報は皆無で、信憑性はないと思います。青木翔さんは既婚であり、ツーショットでデートをしているなんていう写真を撮られているなんてこともありません。単に仕事仲間として仲良さそうにしている男性だから、というだけでのことかなと。なぜこのお名前が出てきたかというと、渋野日向子選手が彼のファンだからです。全英女子オープン優勝の時、佐藤大樹さんから祝福のメッセージが届いたという話や、EXILE のライブに渋野日向子選手が招待されるといった話があることから、親密な仲なのではないかという風になっていったのだと思います。これらは、とにかく渋野日向子選手に男性の影があることを願っている人たちの創作物なのではと。渋野日向子選手は小学校ではソフトボール、中学校では野球部に入っていました。一方で小学2年からゴルフも始めています。そして中学2年からはゴルフ1本に絞り、23歳になる現在までゴルフ道を突き進んでいるという人生です。中学高校では各大会で優勝し続け、高卒後にプロ入り。つまり、渋野日向子選手が多くのプロスポーツ選手がそうだったように、普通の少女が体験するいろんな楽しいことを捨てて、ゴルフだけやってきたに違いないはず。なので、休日に彼氏とデート、なんてことを楽しむ時間がまずなかったでしょうし、興味が向かなかったのではないでしょうか。はっきりと交際が確認された野沢春日アナとは、仕事で知り合っています。2020年1月4日に放送されたテレ東の特番、渋子と千鳥のナイスパーじゃな？超豪華アスリート新年会2020で、野沢春日アナが進行役だったことから、ここで初対面しています。その後、グループ会食を数回しているうちに、連絡先を交換し個別に会うようになり、交際に発展した、と。このことからも、渋野日向子選手は、プライベートで男性と親しくなる機会に恵まれず、仕事の時間の中でそれが発生するという状況なのではないかと推察します。なので、高校時代の元彼とか、プライベートで知り合った、全然ゴルフ関係でもメディア関係でもない男性と、仲良くなるということが確率的に少ないんじゃないかと。なのである意味、佐藤大樹さんと青木翔さんの名前が、出てくるのは自然なのです。渋野日向子選手といえば、ゴルフでの力強いプレーと、そしてあのとびきりの笑顔に強い印象があります。個人的には、あのお顔が好きです。可愛いんですよ、渋野日向子選手は。ここが不思議なところで、もし AKB のメンバーに渋野日向子選手がいたり、
モデル事務所に渋野日向子選手が所属していたりするとなんだか違和感を感じてしまいそうなのですが、ゴルフ選手として活躍する渋野日向子選手はめちゃくちゃ素敵で可愛いです。つまりはこういう書き込みをする人にしてみても、渋野日向子選手が可愛いこと、おじさんにモテることを認めているということになるわけです。それが気に入らないという話なだけであって、きっとゴルフ界やメディア業界人の中にも渋野日向子選手となんとか恋仲になれないものかと画策する男性たちは相当数存在すると思います。可愛くてスタイル抜群の渋野日向子さんですが、やはりこのような女性を放っておく男性はいませんでした。週刊誌のスクープにより渋野日向子の熱愛が発覚し、彼氏の存在が明らかになりました。そのお相手とは一体誰なのでしょうか。気になる渋野日向子さんさんの彼氏で、菅テレビ東京の野沢春日アナ、31歳でした。テレビ東京の野沢春日アナといえば体格が良くてイケメンですよね。渋野日向子選手がお付き合いされていたのは、テレビ東京の野沢春日アナウンサーです。石川県出身で金沢桜ヶ丘高校、明治大学国際日本学部国際日本学科卒業しています。料理とトライアスロンが趣味のようです。現在はテレビ東京のニュースモーニングサテライト、夕方サテライトでキャスターをされています。その他はゴルフ、フィギュア、柔道、格闘技とスポーツ中継をされています。とにかく真面目な性格なようですので、我らの渋子の確かな支えとなってくれると思います。ちなみに二人とも血液型は同じ AB です。ただ、1年ほどで破局してしまったようです。別の道を歩むことになった二人ですが、好感度はとも高い二人です。今後も良いお仕事ができるように応援しています。それぞれが良い伴侶を見つけられると良いですね。ただ破局の理由の一つとして、既婚者の石川遼選手の名前が挙がっていますが、どうなんでしょう。2021年1月にフライデーがきっかけで彼氏との熱愛が発覚したのですが、そもそも野沢アナとの出会いは、人気お笑いコンビ千鳥が MC を務める渋子と千鳥のナイスパーじゃないではないかと噂されています。交際を祝福する声もある中、このような手厳しい意見もあります。いろんな意見もあるかとは思いますが、現在も交際は続いているようなので、末永く幸せになってほしいですね。しかし渋子的には今は男にうつつを抜かしている時期ではないというマインドでゴルフ道を突き進んでいるのではないでしょうか。だから今回も野沢春日アナと破局に至ったのではと、一度男性と付き合ってみて、自身にとってそれが必要なものなのか、どういう意味を持つのかということがある程度理解できたと思いますので、今から20代後半までの間は伝説を作る時間だと思って、男性はほどほどにしてゴルフですごい成果を出していただきたいなと思う次第であります。そしてとんでもない誰かとゴールインしてくれたら痛快です。黄金世代渋野日向子選手は2020年優勝はなかったものの、2021年には9月頃から調子を上げて、10月にはスタンレーレディスゴルフトーナメントで優勝、樋口久子三菱電機レディスゴルフトーナメントで2度目の優勝です。国内賞金ランキングも浮上しましたが、2020の21シーズンは賞金ランキング19位で終了しました。そこで気になったので、出身校や経歴や収入と彼氏やご両親について調べてみました。皆さんもご一緒に確認していきましょう。2018から2021年の4年間で3億1990万円以上の賞金を獲得したことになります。2019年当初は RSK 山陽放送、ミック工業株式会社キャンデルと契約を結んでいました。全英オープンで優勝すると、 T ポイントジャパン、日本航空、クラブのピンゴルフ、ボールはタイトリスト、ウェアはビームス、シューズはナイキと契約しています。推定ですが、これらで1億円以上になるのではないでしょうか。2019年だけでベンツ、BMW ほか高級車5台獲得しています。 CM 出演料も1本1000万円以上になると言われています。
サントリーと3年3億円超の所属契約を結んでいます。RSK 山陽放送とはスポンサー契約を結んでいます。年収は毎年変わりますが、3から4億円くらいはあると想像できます。最後までご視聴いただき、ありがとうございました。何かございましたらコメントください。よかったら高評価とチャンネル登録もよろしくお願いします。ではまた次回でお会いしましょう。